アタノールを使う。時間に目が覚めちゃったけど、誰もいないようだな。当然といえば当然だが、どうしよう。授業まで時間あるし、俺はもう少し寝ていたかったんだが。時間に何を？剣の稽古です。毎日やらないとなまってしまいますから。こんな朝早くに？毎日？毎日この時間ですよ。それに早朝以外は錬金術の勉強で忙しいですし。
ことないですよ。先輩こそこんな朝早く起きて自習なり訓練なりをしてるんじゃないですか。あ、いや、今日はたまたま早く起きちゃっただけで。え、そうだったんですか。それじゃあ僕はそろそろ。先輩、一緒に稽古をしましょう。ちょうど相手が欲しかったんです。え、でも僕剣術なんて。一から鍛えてあげますから。そうですね、竜の墓場あたりまで行ってみませんか。僕は構わないけど。では早速行きましょう。今すぐ行きましょう。さあ。うわ、そんな急かさないで。何の？剣の稽古に決まってます。さあ本気で打ち込んでいきますよ。ま、待って、アンナが本気出したら死んじゃうって。なるほど、確かにね。だからもっと基本的なことから。それでは私の稽古になりません。ああ、そうだね。ではこうしましょう。実践の中で私の動きを学んでください。幸いこの辺りにはモンスターもたくさんいますし。ああ、それなら、って、二人で？はい、普段は一人で行ってますし、問題ありません。できる限り、剣の力で切り抜けるようにしてくださいね。
そうしてもらえると。アンナはいつもこんなことを？はい、他にも基本の型とか素振りとか。本格的だね。父に教わったんです。ゆくゆくは私が父の道場を継がないといけませんから。そうだったんだ。でもそれならどうしてこの学園に？迷いがあったんです。生まれてからずっと剣を振り続けてきて、もちろん嫌ではないんですけど、何の選択肢もないまま剣の道を受け入れてしまっていいの？と。そんな時、ちょうどこの学園から声をかけられたんですよ。父にはすごく反対されましたけど、無理やり入学しちゃいました。今はどっちが好き？剣術と錬金術と。まだわからないです。今はまだ剣術の方が好きかもしれません。そっか。でもせっかくの学園生活ですし、卒業するまで考えてみます。さて、そろそろ稽古の続きをしましょうか。ああ、まだ続くんだね。当然です。さあ、行きますよ。授業かと思うと気が重いよ。訓練を積んでるわけでもないのに、私の稽古についてこれるなんて。こんな今朝な体つきなのに、
しに。私は何を考えて、修行中の身でありながら人を育てたいだろう。先輩は私のことを師匠と。ああ、私はどうすれば。じゃあそろそろ戻ろうか。本当ですか？うん、でも邪魔じゃないかな。邪魔だなんてそんな。それじゃあ約束ですよ。で、ぶったりしたら。大丈夫、ちゃんと覚えておくから。それじゃあ行きましょう。たくさん取れたよ。おお、いろいろ取ってきてやったぞ。材料の採取なら済ませて。協力しないわけにはいくまい。でも怒られるから。協力すると怒られるんですか？うん、前にそれで。難しいわね。複雑な男心というやつだな。それじゃどうする？男？
放っておいてもロクシス先輩一人で契約できるとは思いませんし、あんた何気にきついわね。とりあえずベイン君はもう一度お話ししてみた方がいいんじゃない？そうだね、謝らないといけないし。私たちはマナの方に話を聞いてみます。ベイン君、頑張ってね。なんじゃ、またやつの仲間か。はい、あのどうせ契約がどうこういう話であろ。まったくしつこいの。別にいいじゃない、減るもんじゃなし。そうは言ってもね、あやつをからかうのが今のわらわの楽しみじゃし。ああ、その気持ちはよくわかる。だが物は考えようだ。契約すれば毎日好きな時にからかうこともできるぞ。おお、それも一理あるの。それじゃあ。待て待て、せっかくじゃし最後にもう一つ。また君か。待ってよ、探してたんだ。この間のことを謝ろうと。謝る？なぜだ？なんでって怒ってたから。それだけか。理由も分からず、ただ謝るのか。だって心当たりがないし。私はそもそもお前の全てが嫌いなんだ。そんな。優秀な錬金術師の子に生まれ、その才能を受け継ぎ、苦労もなくこの学園に入り、妬まれて恨まれて当然だろう。そんなこと言ったらロクシスだって名門の錬金術師の一族だって。私？そうだな、確かに名家だ。過去には優れた錬金術師を何十人も輩出した。錬金術師は一人として生まれていない。たった一人の跡取り息子もマナとすら契約を結べない半端者だ。学園に入るにも何度も受験でつまずくような落ちこぼれだ。これ以上つきまとうな。待って、僕もロクシスのこと知らなかったけど、ロクシスも僕のこと誤解してる。誤解？僕は父さんの顔だって知らないし、話したことだってない。この学園に来る前は
得体の知れない子だって周りの人からも嫌われてた。何年も山奥でひっそり暮らしてたんだ、サルファと二人で。それでも君にはマナと才能がある。周りから過剰な期待をされることもないだろう。ロクシスには家族がいて帰る家があるじゃないか。なのにそんな。ナナ、やっと見つけた。あ、びっくりした。その非常識な登場はやめてくれ。そんなに驚かなくても。それよりロクシス君を呼びに来たのよ。私を？マナが契約してくれるって。早くしないと気が変わっちゃうかも。でもね、条件がって言っちゃった。よくあのマナが契約してくれる気になったね。それがね。そうだ、ベイン君も行かなきゃダメなのよ。僕も。私と契約本当に言えた？慌ておって可愛いの。お友達も来たようじゃな。さて、それでは見せてもらおうかの。見せる？何を？なんじゃ、聞いておらんのか？いきなり走り出しちゃうんですもの、ロクシス君の慌てんぼ。それで、一体何を見せろと？簡単なことじゃ。そこのお友達と仲良しさんになれば契約してやろう。そうじゃな、差し当たり笑顔で握手でもしてもらおうかな。ロック。はい。やんや握手するのではなく、満面の笑みを浮かべてたぜ。よいよい、存分に迷うがよい。ねえ、まだ？長いこと悩んでますね。迷い苦しむ顔のようだ。さすがに見飽きてきたの。そろそろ帰るか。待って、待ってくれ。ベイン。あ、はい。目が怖いよ。
何も言うな。早く。これでいいんだな。待って、そうだったかな。おい、冗談じゃ。ほれ、地方寄るがいい。してたの？あ、ベイン君、おはよう。ほら、最近噂の正義の味方の話を。正義の味方？知らないの？遅れてる。近頃、学園の不良生徒が人知れず懲らしめられる事件が多発してるんです。学園中がこの噂で持ちきりだな。そうなんだ、全然知らなかったな。ただね、この噂を広めてるのが。どうもグンダル先輩らしいんです。それもすごい勢いで、誰彼構わず。でも、なんでそんなことを？さあ、先輩が来たら聞いてみればいいんじゃない？噂をすれば。おっほっほ、全員揃っているな、感心感心。グンダル先輩、あの噂の。よし。
池先輩？何をじゃれ合っている？なんでもない、なんでも。ああ、まあいい。俺様は用があるので、今日は顔を出しただけだ。サボらずに勉強に励めよ。はーい。危ない危ない。ニケちゃん、フィロちゃん、青い顔してるわよ。え？お、あ、ごめんごめん。ひどいよ。いきなり何するの？まあまあ聞いてよ。さっきの噂の件だけどさ。だからそれを聞こうと思ったのに。ちちち。うちは感づいてしまったのよ。きっと正義の味方の正体はグンちゃんなのよ。え？確かに状況的にはあり得る話だが。そうなの？自分自身で噂を広めるグンナル先輩ならやりそうですね。でしょ？そこでよ。どうせ聞いても素直に答えてくれないだろうから、ここは証拠をつかんでやりましょう。証拠って別に悪いことしてるわけじゃ。それにどうやって証拠を？後をつけて現場を抑えるの。ほら今も用があるって言ってたし。面白そうね。興味あるわ。興味というよりこれ以上先輩が悪事を重ねないかが心配ですからね。いや、正義の味方でしょ。別に悪いことじゃ。決まりね。それじゃ早速出発。主が現れたところだな。よし、ちょっと情報収集をしてみよう。そこまでしなくても。何よ、ノリが悪い。グーちゃんが心配じゃないの？もしかしたらとんでもない危険に首を突っ込んでるかもしれないのよ。いや、それはさすがにないかと。はい、なら決定。レインも話を聞いてくる。仕方ないな。
半端じゃねえぜ。俺に懲りたら二度と悪事に身を染めぬことだ。ん？人の気配。キョア！逃げられた！追いかけましょう。なんか目的が入れ替わってるような。すまねえな、ジョーちゃんたち。正体を突き止めようなど100万年早いわ。待ちなさい、ニケ先輩とロクシス先輩の仇。2人ともまだ生きてるけど、ごめんね。最後まで残ったのは貴様か、ウェインよ。どういうつもりなんですか、グンナル先輩。正体もお見通しというわけか。当たり前です、なんでこんなことを。なんでと問われてもな、俺様は悪を成敗していただけだ。追ってきたのはお前たちの勝手、自業自得ではないか。グンナル先輩が正論を。でも正体を隠して不良退治なんて。これが俺様の
本来の目的だとしたら。え？俺様の真の目的はこの学園で錬金術を身につけ、謎の正義の味方に。いやさ、謎の正義の錬金術師となることだったのだ。幼い頃より思っていた。なぜこの世には正義の味方がいないのかと。どうしてもいないなら俺様がなるしかあるまい。よくわかりました。止めませんので頑張ってください。待て！なる。俺様が何の意味もなく正体を明かすと思ったか。まさか正義の味方の正体を知った以上、貴様の取る道は二つに一つ。ここで抹殺されるか、あるいは味方になるかだ。最初からそれが目的で。正義の味方の王道といえばやはり二人組。無論俺様が1号で貴様は2号だ。まだ誰もやるとは言ってないんですけど。二度と日の光を浴びたくないと言えるな。よろしく頼むぞ相棒。頼まれていたものできてるか。調合済ませておきました。どうぞこれを。自由研究の内容を決めたいと思います。提案のある方はどうぞ。はいはい、いろんなお薬を作りたいです。肌が緑色とか紫色になる薬と。そんな薬作ってどうすんのよ。フィロ、作り方はわかるの？でも大丈夫、みんなで頑張れば。現実的ではないな。そういうロクシス君は。いくつか論文をまとめてみて、これをそのまま提出しようと思っているんだが。それじゃロクシス一人の手柄になっちゃうじゃん。反対するからには何か意見があるんだろうな。そこら辺の段ボールでロボットでも作ればいいんじゃない？今時子供でも作りませんよ。私はね、みんなでお芝居をすればいいと思うの。自由研究じゃなくて学芸会じゃない。まとまりませんね。まったく、研究だの何か作ろうだの、だからお前たちはダメなのだ。何を偉そうに。そういう軍長はいいアイデアあるの？無論だ。手間も時間もかからず、ものによっては評価も悪くない自由研究。それはズバリ遺跡の発掘だ。遺跡ですか？マナ遺跡の奥地に
旧錬金術時代の遺跡がある。そこをひたすら掘る。確かに見つかれば一瞬で終わるけど。ですが、確かその遺跡は3年生からでないと探索を許可されないのでは。3年生ならここにいるではないか。え、ふーちゃん進級してたの？残念だわ。ウンナル君はずっと卒業できないと思ってたのに。おい、俺様の学年などどうでもいい。それよりさっさと準備をせんか。もう発掘で決定なんですか？そんなに簡単に見つかるとも思いませんが。試しにやってみよっか。見つからなければまた考えればいいし。うん、そうしよっか。面白そうなことを考えているじゃないか。